12月26日と12月27日に、その富山グラウジーズ、富山グラウジーズと、広島、ドラゴンズなんとか、ドラゴンフライズっていうチームですね、が、試合したそうです。はい、で、その場所が、富山市総合体育館だったんですが、その富山市の、総合体育館だったそうです。富山市体育とちょっと書きますけど、だったそうです。で、試合が行われたんですけど、この広島の方ね、こっちの方で、フロントスタッフ、スタッフの方が、お二人ですね。お二人が、陽性判定者っていうふうになってますけど、A と B ですね、いらっしゃって、で、あとは、チームスタッフ、チームの、スタッフの方が1名ですね。新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出たことが確認されましたということですね。で、ここ大事なんですけど、フロントスタッフのこの2名の方ですね。この方、お二人は、富山県への来県がなかったことを確認済みとなっているそうです。ちょっと待ってくださいね。どういうふうに、来県なしと書きましょうか。この、上の、フロントスタッフのお二人の方っていうのは、来県がなかった。富山県、富山市総合体育館でやってるので、来県なしと、いうことだそうです。このお二人ですね。で、チームスタッフのお一人は、この富山市総合体育館というか、富山県へ来県された、っていうことだと思います。はい。ですね。で、現在、広島市の保健所にて、濃厚接触者を調査中ですが、この方はね、で、広島市の保健所で濃厚接触者を調査中ですが、富山グラウジーズの選手、チームスタッフ及びフロントスタッフに、現在、発熱や倦怠感など、体調不良の症状は今のところありませんということです。フロントスタッフ2名の方は来県がないで感染されている。で、チームスタッフの方お一人は来県があったと思うんですけど、陽性が判明している方。ということは、この3名の方はおそらく広島で、感染されたっていうことになるのかなと思います。で、このチームスタッフの方を、1名の方ね、この方は感染された状態で富山県に来られたっていうような、来県されたっていうような感じになると思います。で、今、どこにいらっしゃるのかな？このフロントスタッフ、フロントスタッフの方は広島にいらっしゃると思いますけど、このチームスタッフの方っていうのは、富山市に、っていうかね、富山県来県されたということだそうなんで、今どっちにいらっしゃるのかな。27だから、試合は27だから、もう多分帰ってきたんやね。多分次、あ、まあ、帰ってきてるか、次の、試合の場所に行ってんのかな。ちょっとそこはちょっとわからないですけど、はい。まあ、でもね、この試合っていうか、この2日間で試合あったそうなんで、そこで、その富山グラウジーズっていうかね、その関係とか、ちょっとその濃厚接触とか、その感染拡大とかね、そこはちょっと心配かなと思います。まあ、ここももちろん、この広島の方々もちょっと心配なんですけど、はい、というところですね。だからなかなかそのね、次の試合っていうかね、1月、グラウジーズの話ですよ。このグラウジーズのお話ですけど、なんか次の試合っていうか、1月2日と3日ですね、土日なんですけど、そこで、開催予定の島根のチームと、今度対戦するそうなんですけど、場所は富山市総合体育館なのかなと思います。だと思います。はい。で、一応富山市の保健所及び、この体育館ね、体育館の指導のもと、選手控室や選手
の動線などを消毒した上で開催に向けて準備を進めておりますということだそうです。はい、なので中止ではないということですね。一応開催予定ではあるということだそうです。はい、であとは会場での飲食の販売は行いませんということだそうです。